ゴーって言われてもさすがに。いや、ノイズわかるの早っ。はい、お疲れ様です。山本です。イリーです。クラです。ナイスガイのスカイです。コウちゃんです。はい、はい、なるべく早押します。まず、問題のジャンルと答えるべき単語のくくりを発表します。例えば、日本史の人物を答えてください。はい、最初に文字数は発表されます。その後、並べ替えた後の単語を1個ずつお見せするので、分かったところで早押ししてください。はい、みんな分かんなかったら次の単語発表してみたいな感じでどんどん出してって、はい、正解するとプラス1点の他に、この時点で隠れている単語の数分ボーナスポイント。で、こんな感じでジャンルは社会人物ですって言ったらボーナス表示するので、今7文字です。はいはい、ここで分かったら押してもいいんだよ。押してもいいんだよ。はい、田中角栄。あー、惜しいな。惜しい、惜しいな。で、まあなんか皆さんが分からそうと僕がこう1個ずつ出していきます。はい、ボーナスまずどうぞ。なるほどね。はい、佐藤栄作。そうか、そうさ、いくさ、こういうふうな感じであって、はい、今の問題だったら、クラさんは、コウさんの段階で分かって、いくさと上が隠れているようだったので、普通正解のポイントプラス1、プラス隠れている2つで3ポイント。なるほど。なるほど。はい。このままに関しては、ここのプレイヤーがご当選はお伝えいたします。はい。はい、得点は減らない。得点減らない。今回全部7問です。1問目は、ジャンルは日本史。はい、人物の名前を答えて、日本史の名前。日本史の人物だぞ。レディー、ゴー。ゴーって言われても、さすがに。いや、ノイズ分かるの早っ。はい、じゃあ、1個いきます。はいね。ドン。7、6。源の頼通。あっ、はい。源の頼朝。正解。おいちょっと待って。頼道って言ったらね。そうだ。もう何の源の頼道って誰。まあ俺も長らく歴史勉強してたけど、源の頼道って言うのは知らない。ただヒント与える。それで分かったの。はい、じゃあこれ頼みしていくと、おなり、とも、読み物。これで山本さんはともと読み物がまだ表示されてない状態で正解したので、プラス1にプラス2ポイントで3ポイント獲得。3ポイント。はい、で、次の問題は、教科は日本史で、出来事。はい、出来事。出来事。はい、いきまーす。よーい、ドン。10文字かー。そう。ですか？はい。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 桶狭間の戦い。違う。え、嘘、嘘。違いますね。全部入ってるよ。確かにね。3、2。あー、ほんとだ。あー、わかった。はい、じゃあ次いきまーす。全然分かってなかった。そうだわ。はい、5、4、はい、5、4、いきまーす。ドン。はい、あー、方角だった。ほら、え、俺もう次に。いやー、分かってるな。福田さん分かってるな。あー、もう福田さんに分かってると。うん、分かったー。違うの。え、5。やばい、よし、次の段。よし、2、1。関ヶ原の戦い、あれ違う。おお、くそ。関ヶ原の戦い、あれ違う。おお、くそ。今回は全部出尽くしたのでボーナスポイントなくただプラス1ポイント。なるほど。はい、これだって何だった。一回福田さんに押させて違う方を言わせるっていうっていう技。そこからヒントを得る。そうそうそう。次の問題ですが、理科を用意しました。おお、ちょっと菅井さん言うよ。いや、理科。いや、福田さんも有利かもしれない。確かに。なんなら文系俺だけや。逃げたわ今。それでは次の問題です。ジャンルは理科で、用語を答えます。用語ね。はい、用語ね。まあ長い。また10文字か。はい、おいきませんか。理科って広いんだよ。理科広いよね。3、2、1、オープン。えい、あの、僕そんなにご当で厳しくない。いやー、もうね、1個あるんだけど、1個あるんだけど、いっちゃう？ 4、5。いきましょう。5。これはね、硫酸カルシウムです。あおー、ちょっ、いや、そう、そう、ね、おー。ダメじゃん。みんなチャレンジして。1、はい、続いてもらう。ドン。はい。砂糖。もうほぼ出てるじゃん。ね。マジ？ 1。はい、続きまーす。ドン。ナイス。水酸化ナトリウム。正解。はい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 。
ぱあ、なるほどね、行きたくなっちゃうね。はい、ということで、4度3連投ですね。よっしゃ、はい、3連投してんの、3連投してんの、てか、3連投で山本しか正解してない。そうそうそう、あと、福良さんは3連投通してる。最速候補を思いつくの、福良さん早いね。で、硫酸カルシウムダメだったら、硫酸ナトリウム行ってよ、誰かずっと好みなんだよ。はい、今の問題も山本さんが正解しましたが、全部出ていたので、ボーナスポイントなしでプラス1点。まあまあまあ、いいでしょう。はい、次4問目です。4問目のジャンルは国語で四字熟語。四字熟語、これはいけそう、これはいけそう、マジでめっちゃむずい四字熟語。これどう、お、はい、9文字、9文字、いや、文字数分かんない、早すぎる。いやいやいや、9個あるじゃん、丸があー、え、ある、お、お、いや待って、これ8文字じゃん。文字数は守るよ、9文字は5、4、3、2、くっそ、1、一石二鳥。あー8文字じゃねえか。じゃあ、これ発音するのやろう。はい、もうこれ絶対いっぱいある。うーん、1個思いついてるけど。え、いや全然いい、スイート。じゃあ、行く、お、お、いいですよ。今行けばボーナスポイントだけど、今行かなかったらボーナスもらえないかもしれない。はい、5、新章膨大、正解。思いつき力半端ねえな、やっぱすごいね、行ってよかった。まあ、ちなみにちょっと深瀬残念なお客さんですけど、はい、この問題実はそんなにボーナスポイントもらえなくて、次で消防団で終わりなんです。なんで今行けばボーナスポイントだけど、今行かなかったらボーナスもらえないかもしれない。すいません、だったらしょうもない1個目じゃん。一緒のペースで来ると思う。正解と消防団一単語にということで2点です。せめて消防と団に。五問目のジャンルは体育。体育で人物となるもの。これは結構珍しい。うん、それではいきまーす。と、はい。九文字ね。九文字と。九文字。ここで考えるべきね、いっぱいね。体育の人物7文しかいねえだろ。羽生の荒川静香も7文。スケートだけなんだ。じゃあ、いきますか。はい。行きましょうか。素振り、ぶぶ、はい、それでいきます。ドン、あ、ケンブリッジアスカさん、正解。全部開けますと素振り実験赤ということで、ケンブリッジアスカさんが実験でほぼケンブリッジ。はい、これでね、ナオさんは赤がまだ見えてる状態で正解するね、2ポイントということで。よっしゃ、強いですよ。強いのかな、まあ、今のはね、ちゃんと正解してる。今のはちゃんと正解してる。まあね、クラシスト使ってないです。今のはね、クラシストって言われた。次のジャンルは数学。数学、数学で用語を答える。数学の用語、はい、それでいきます。ドン、はい、10万三平方の定義、正解。まだ丸の数数えてない。はい、これ手辺、手辺、手辺、違法、差異、お、折りということで。なんでそんな気づいたの。5ポイントが増えた。何よ、5ポイントが増えた。5ポイント、でかっ。え、なんだっけ、新消防台。答えたかった。そうだ、だってこれね、イルでも正解してればかなり山本さんに近づいてるから。数学用語って言われた瞬間の俺をリプレイで見てほしい。もう数学で用語、数学の用語、はい、数学の用語。はい、どうしよう。今のとこ見てアナグラムのクイズ楽しいってなってる視聴者が何いる。今のヤバすぎるだろ、ただのさ、超能力バテモンだったのかな。そうなんだよな。本当に最終問題は日本史です。おお、まだ日本史、日本史の人物の名前を答える。人物、はい、それでは行きまーす。ドン、え、長っ。東国宮成彦、正解。おーい、おい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 、いや、そうだわ、この長さは。はい、すげー。ラスト、え、何のジャンルだ。おや、おおお、刻んだ長の、お、刻んで刻んで、漆、お、いいぞいいぞ、皮肉、おおお、皮肉ということで、6ポイントだった。大体さ、この文字数わかんねえんだけど、俺まだ。これは、まず、日本史の人物ですって言われて、うん、東国の宮成彦、14です。で、今、常に画面上に出てるのは、
iPhone X の10個の丸が出てるはずで、うんうん、ってことはこの丸の右側の位置を覚えといて、うん、ポンってこう4つ分伸びたら14歳、うん、でそれで4つ分伸びたから押した。日本史の人物で東国宮成彦校を準備してるの何すごいね。だからそれはもう今準備しなきゃいけないのは丸が出た時にその文字数だけで押せるものだけ準備すればいいから、いやめっちゃ短い人とめっちゃ長い人だけ考えたらいいな。はい、ということで最終結果発表しますと、山本さんが12点、キリエさんが0点、福田さんが8点、福田さんが0点ということで山本さんでしたね。やったー。福田アシストのね、最初の3点が移動してた場合は福田さんが嬉しくないけど。はい、ということで今日もね、アナグラム早押ししてきました。もうアナグラムしてないです、残り後ろ2問は。まあね、あのやっぱクイズ王たちはいろんな情報をもとに全てのものをヒントにして答えを、ね、導いてんだってことはね、これで伝わったかなと思いますね。何いい話封じてんだ。はい、まあこんな感じでね、動画出しておりますので、チャンネル登録、高評価、サブチャンネルのフォロー、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら、数字もお聞きしてね。よいしょ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。